まず新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う医療提供体制について申し上げますその前に感染状況についてですが本日公表の病床使用率7.1%となっておりまして引き続き低い水準にとどまっております今月11日から昨日までの1週間の新規感染者数は592人 となっておりまして前週644人に比べま減少をしております1日あたりの新規感染者数ですが先週14日から4日間連続で2桁となっておりましてま落ち着きつつある状況と認識をしております以上のとおり感染状況は症康状態にありますが県民の皆様におかれましてはぜひとも引き続き基本的な感染防止対策の実践をよろしくお願いを申し上げます 次に、本題の五類感染症への移行に伴う医療提供体制についてですが、専門家会議におけるご意見を踏まえまして、本件における5月8日以降の対応を取りまとめました。はじめに私から基本的な考え方についてご説明を申し上げた上で、詳細は感染症対策統括官から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 まず、5類感染症への移行後におきましても、必要とする人に必要な医療を届けるこの山梨県の基本方針に変わりはありません。また、県民の皆様の命を守り抜いていくため、特に重症化リスクの高い高齢者の皆様などに、重点的に医療資源が行き渡るよう、県として引き続きしっかりと関与をしてまいります。そのの上で医療提供体制あり方は いわば平時の平時モード、平時のモードに切り替わっていくこととなります。すなわち、行政の関与を前提といたしました限られた医療機関による特別な対応、これからですね移行をいたしまして、幅広い医療機関による通常の対応に歩みを進めてまいります。この移行に当たりましては、患者の受け入れ対応は可能な医療機関の維持拡大を図っていくため。 これまで対応してきた医療機関に加えまして、新たな医療機関の参画を促すための取り組みを重点的に進めてまいります。入院調整につきましては、現在行政が実施しておりますが、他の疾病と同様に、入院の要否を医療機関が判断をし、医療機関同士での調整を基本とする仕組みに移行をしてまいります。 なお、重症化リスクが高い高齢者の皆様がなどが生活している施設などでの対応につきましては、クラスター化を防止するため、当面の間、施設内の療養体制の整備などの対策を継続してまいります。その他の詳細につきまして、先ほど申し上げましたように、感染症対策統括官から説明申し上げます、はい、では、鳴島統括官、演題にお進みください。はい 感染症対策統括官の成島ですそれでは五類感染症への移行に伴う医療提供体制の詳細につきましてご説明をさせていただきますまず外来医療体制につきましてはこれまで外来対応医療機関による対応でございましたがインフルエンザなどと同様に幅広い医療機関で診療を行っていただく体制に移行してまいりますこれを実現するため個人防護具や ヘパフィルター付き空気清浄機などの設備整備に対しまして、支援を行うことにより、新たに治療に対応する医療機関を順次拡大してまいります。なお、5類感染症への移行後も当面の間、発熱等の症状がある方へ受診可能な医療機関を紹介するなどの受診相談につきましては、従来どおり受診相談センターにおきまして継続して行ってまいります。次に、に入院医療体制につきましては これまでの重点医療機関等での対応から、病院機能に応じた役割分担を推進しながら、県内に60あるすべての病院で対応することを目指してまいります。これを実現するため、これまで患者の診療経験がない病院に対しまして、県の感染症専門家医療医師による感染症対策等の指導や助言を積極的に行うことに加えまして、外来医療と同様に、 簡易陰圧装置などの設備整備に対しまして、積極的に支援を行うことにより、受け入れ医療機関を拡大してまいります。次に、入院調整につきましては、先ほど知事が申し上げましたとおり、医療機関同士での調整を基本とする仕組みに移行していくこととなります。そのため入院可能な病床を医療機関同士でで共有するることができる 医療機関等情報システムいわゆる g m i などを活用しまして入院調整がスムーズに行える体制を構築してまいります。最後に重症化リスクが高い高齢者等が生活している施設の対応につきましてはクラスター化を防ぐため有症状者にあらかじめ検査をしてもらう抗原検査キットの事前配布健康観察や医療行為のための医師や看護職員の派遣 施設内療養を円滑に実施するための酸素納縮器の貸し出しや、施設に対する医療養経費の助成などを当面の間、継続してまいります。以上でございます。はいえー、詳細は以上のとおりでございます、えー。ご案内のとおり、山梨県ですね、この感染症に対しましては、えー、振り返りますと、ま、全くゼロ。 に近い状態からまこの今日の医療提供体制を構築してまいりましたま爆発的な感染期におきましても安定的に維持できたまこれはあひとえに医療関係者の皆様はじめ県民の皆様のご理解ご協力の賜物でありましてこの場をお借りいたしまして改めて感謝申し上げます8日以降も 今申し上げた仕組みに関しまして、医師会の先生方はじめ、関係者の皆様と、しっかり連携を密に保ったままです、ね、命と健康を守り抜く感染症対策に取り組んでまいりますので、何卒ご理解、ご協力賜りますようお願いを申し上げます。次に、グリーンゾーン認証制度の登録制度への移行についてご説明をいたします。 まず基本的な考え方ですが、山梨県、本県ですね、令和2年6月に適切な感染防止対策を県が公的に認証をいたします、グリーンゾーン認証制度、いわゆる第三者認証制度、これを全国に先駆けて導入をしたところでございます。この制度は、適切な対策が講じられている限り、事業所での感染に伴うリスクを県,も県が負担すると。 いう官民協調システムとして運用してまいりました、それがゆえに、県内ほぼすべての飲食業者、宿泊業者の皆様に認証を取得していただき、全国に範を示す山梨モデルなどと称されて、各地に普及をし、結果、山梨県自体がです、ね、安全安心な地域というブランド価値を獲得するに至ったと、このように認識をしております。 飲食業者、あるいは、えー、宿泊業者はじ、えー、め、ですね各業界の皆様には、これまでのご協力にこの場をお借りいたしまして、心から感謝を申し上げます。5月8日以降ですが、それぞれの施設の責任において、顧客や従業員の安全を確保すべき、いわば平時モード、グリーンの認証制度につきましても、平時モードに入ってまいります。 県におきましてはこれまでの関与のあり方を抜本的に見直しつつ培われてきました三角体制あるいはネットワークを引き続き活かしていくためこれをですね、登録制度という形に変えて運用してまいりたいと思います新興感染症の発生時など有事の際にはこのネットワークを活かして県の CDC の専門的知見を瞬時に行き渡らせ そして事業者の皆様には感染症対策に即応していただく社会環境づくり、これに引き続き注力をしてまいりたいと思います。なお、先ほど同様にです、ね、グリーンゾーン登録制度への移行にかかるその詳細につきましては、感染症対策統括官から説明をして、後ほど説明をさせたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、この グリーンゾーンンゾ認証制度はです、ね、その官民協調の下で構築されてまいりました感染症対応ネットワークの財産を生かし、平時と有事における対応が社会全体で迅速、的確に切り替えられる、いわゆるわれわれ目指してきた感染症に対して強靭な社会、この意向を引き続きです、ね、進めてまいりたいと思います。 なお、グリーンゾーンプレミアム認証制度につきましては、海外を含む多くの皆様に、本県を旅行先として選んでいただくためのアドバンテージとなりますよう、今後も継続してまいりますので、ぜひとも多くの施設の皆様に、この認証の取得をにチャレンジしていただきたいと思いまます。すそれでで、は、感染症対策官から詳細のの説明をさせますのでよろししくお願いいたします。 それではグリーンゾーン登録制度についてご説,明ご説明申し上げます。新型コロナウイルス感染症の五類感染症への移行に伴いまして山梨グリーンゾーン認証制度につきましては5月7日をもって終了することとし5月8日以降は登録制度へ移行して運用することといたします。具体的には現在認証を受けている施設を自動的に登録施設に移行させていただくとともに まだグリーンゾーン認証を受けていない施設や新しく開業する飲食業者や宿泊業者の皆様にも県ホームページから登録手続きをお願いするものでございます。これにより新興感染症が発生した際などにはメールやホームページを用いまして県から登録施設に連絡し速やかにグリーンゾーン認証基準レベルの質の高い感染対策を取っていただくことが可能となります。また これまでの経験から感染対策にはエアロゾル対策が非常に有効であることから、今後も登録施設の皆様には換気の徹底など、自主的な感染対策のお願いをする中で、特に飲食スペースを有する施設の皆様には、空気清浄機による感染対策への協力をお願いし、引き続き安全安心な環境を提供していきたいと考えております。 このため、既存の認証施設の皆様には、グリーンゾーン認証の際に整備した空気清浄機や CO2 センサーなど、5月8日以降も有効に活用していただけますよう、ご協力をお願いいたします。一方、新たに登録される施設の皆様にあっては、感染対策機器や感染対策に対するノウハウがないため、県におきまして感染対、感染対策に関する相談体制を継続するとと,ともに、 空気清浄機のの購入に対ししてて支援を検討ままいります加えまして、今後も登録施設の皆様に感染防止対策への高い意識を継続して持っていただけるよう、すべての施設を対象に年1回、専門家による感染防止対策についての研修を実施してまいります以上でございます。